皆さんこんにちは。今回は、ヤバい車がメルカリで販売されていたという話を教えていただきましたので、それについて取り上げます。少し前に、血まみれの車について取り上げましたが、事故車かと思いきや、事故車ではなかったのですが、今回の車についてはおそらくガチでした。少し前に、血まみれのシーマについて取り上げました。車内に血のようなものが付着しているシーマがヤフオクで売られていたらしいのですが、こちらはルーフ張り替えの際に付着したノリであることが判明し、事故車ではありませんでした。で、これについて取り上げた際に視聴者さんから、同じようなヤバい車が売られていたことがあるという話を教えていただきました。それが、メルカリに出品されていたセルシオ、です。ネットで検索すると写真がヒットするのですが、メルカリにヤバいセルシオが出品される、と紹介されています。こちら駐車場にセルシオが止まっておりますが、なんとフロントの窓ガラスには無数の割れた痕跡が残っております。で、よく見るとこれ重工にそっくりなんですよね。ナンバーはすでに取られており、部品取り用、として販売されていたようです。車内の写真もアップされておりますが、天井あたりから何か飛び出しているようなものもあったりと、普通の事故にあった車ではなさそうです。さらに怖いのが、なぜかパトカーの隣で撮影されている写真もアップされているんですよね。この時点でナンバーが取られており、やはり何らかの訳ありの車であることは確かです。そして単なる事故車であれば良いのですが、銃痕のようなものがあるとなると、事件に巻き込まれたヤバい車ではないかと、当時、ネットユーザーの間で話題になっていたみたいですね。これ、メルカリで出品されていたものなので販売者はおそらく企業ではなく、個人ということで、普通に売ることができないものをメルカリに出品してしまったのではないかとも言われているわけです。ちょっと怖いのが、ボンネットが異様に凹んでおりまして、ここに人が乗って拳銃を撃ったのではないかという話もありました。想像もしたくないですが、仮に運転手が乗っている状態でボンネットで撃たれたとなると無事ではないでしょうね。しかしながら、発砲事件というのもなかなか珍しい話ですし、事件の関係者がメルカリでわざわざ販売するとも思えないです。あくまで銃痕のような傷であり、実際に発砲されたわけではなく、飛び石か何かではないかと考えました。メルカリの出品ページはすでに消えているので詳しい情報はわかりませんが、過去に話題になっていたネットの書き込みを調べると、出品者のコメントで盗難戻り車両、であると説明されていたみたいです。つまり、一度盗まれてから警察が回収した車であり、出品者は盗難の被害者であったと思われます。ここまでボロボロになっているのは盗難されてからの話で、そもそも盗難するような人間が乗っていた車に、このような傷が残っているということは、やはり事件との関連がある可能性が高いという話になってきます。今回は、このセルシオについてもう少し詳しく見ていきましょう。さて、この車についた傷が銃弾によるものなのかという件について、検証していきます。ここで参考画像として、実際に撃たれた車の窓ガラスを紹介します。こちらはギャングに撃たれた車のフロントガラスですが、このような感じの傷がつきます。また、こちらはとある戦争でついた傷になります。この二つの傷は、ひびが放射状になっており、中心部分には穴が開いています。高速で銃弾がガラスに当たるので、当然ですがこのような傷になります。対して、こちらのセルシオも一見すると何発も銃弾を撃たれたように見えますが、先ほどの内部の写真を見ると、フロントガラスの傷がよく見えるのですが中心部分に穴が開いていないです。使われているガラスにもよりますが、防弾仕様の車の窓ガラスですら、銃弾が当たるとこのようになります。ですので、普通のガラスの場合、銃弾が当たった部分に穴が開く可能性が高いのですが、セルシオの傷にはそれが見当たらないです。このことから、
発砲されてついた傷ではないのではないかと思われます。では何の傷なのか、という話になりますが、やはり人の手によってつけられた傷なのではないかと考えます。というのも、このセルシオの大きく傷がついた部分というのはパッと見ですが、ボンネットとフロントのガラスなんですよね。また、内部も結構ボロボロになっているのですが、普通にぶつかってつく傷ではないのではないかと考えます。普通にぶつかってつく傷というのは、車の前面ですが、内部の崩壊具合や窓ガラスの傷に対して、そこまで大きな傷がついているわけでもないです。あくまで憶測ですが、これは人の手による傷であり、ガラスを殴られたのではないかというのもありえない話ではないと思います。この車、どうやら盗難戻り車とのことでしたが、盗難戻り車についても詳しく説明します。車が盗まれた場合、まず警察に届けるわけですが、無傷で戻ってくる可能性は 10% ほどだと言われているらしいです。運よく警察が見つけた場合、警察署の駐車場で保管され、盗難戻り車両として持ち主に連絡が行きます。そして、走れる状態であろうとなかろうと、持ち主が引き取らなければならないのです。で、警察車両の隣に止まっていたということは間違いなく警察が回収してきたものであり、事件関連の車両である可能性が高くなってくるわけです。今回はセルシオの盗難でしたが、実はセルシオは盗難率が高く、2010年時点で約半年で150台も盗まれているという記録が残っています。そのほとんどが転売目的で盗むらしいですが、2002年にはセルシオ強奪事件の関係者が殺される事件が起きており、殺されたのは盗難車のナンバーを付け替える修理工場の男性でした。盗難からナンバーの付け替えまで、暴力団が関わっているようで、盗難車をめぐる暴力事件が起きているのは確かです。特にセルシオはその辺のチンピラではなく暴力団に狙われる可能性が高いようで、今回のセルシオについても、ついている傷や、盗難車であるという点から、事件に巻き込まれた可能性が高いのではないかと思われます。ただ、あくまで可能性が高い、というだけで実際にはどのような経緯で戻ってきたのかは不明です。よく曰く月の車が販売されるという都市伝説がありますが、ほとんどが噂レベルであったものの、今回の件は本物である可能性が高そうなので紹介させていただきました。これは私の主観ですが、明らかに窓ガラスは人の手によって割られてますよね。中の人は無事だったのでしょうか？その他、何かわかることがあれば、コメントお願いします。いかがでしたでしょうか。ちょっとゾッとしてしまうような車でしたね。盗難戻り車両ということで、もう走れない状態で戻ってきてもパーツ取り用として売るしかないのでしょうね。